こんにちは、川辺真由美と三姉妹のサニーの玄関先で届いたばかりのほやほやの宅配便を開けさせていただくシリーズでございます。いつも貴重なお時間ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さてサニーちゃん、今日は何が届いたかな。サニーちゃん2本目ということで、もうかなりムッとしている状態ですね。ね、はい、ちょっと開けるのがないかな。ダメよサニー。はい、開きました。じゃん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 、箱の中に箱が入っております。サニーちゃん、これは何かな。じゃーん、ほうほうほう、こんな感じでここに入っておりますので、見てた兄ちゃん、こんなもんが入ってるよ。じゃん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 、ビビビビビビビー、こういうもんでございます。はい、これは何かと申しますとですね、多分あのオリーブオイルボトルでございます。まあ、オリーブオイルボトルって私がオリーブオイルを入れるだけで、まあ、いろんなものをね、入れる方が多いと思いますが、まあ、一応、オイルが、ということで、私の大好きなオリーブオイルが、あの、紙パックなんですが、紙パックで、これまでも問題なかったんですが、今回買ったのが、ピッて出すといっぱいダーッと出たりとか、ちょっと液だれがしたりするんで、あ、これはなんかオリーブオイルポットがいるかなと思ってたら、すごい、なんかいろんなのがあるんですけど、前にも買ってなんか失敗したのがあって、なんかこうスプレーでシュート出るとかいろいろあったんですけど、いやー、やっぱりシンプルなものがいいなと思いまして、なんとか式というより、これならオリーブオイル入れてピーッとピーッとで、評判もすごい良かったです。で、見た目も可愛いんですね。これ 550cc でもうちょっと大きくて、これ確かこういうお値段で、あとプラス200円ぐらいで、ちょっと大きめのがあったんです。でも、何か、ちょっとあまり大きすぎない方がいいかなと思って、こちらにしました。これぐらいでも十分ですよね。食卓で使う時もありますから。はい、ということで、本日はオリーブオイルを入れるためのポットでございます。はい、ということで、今日から早速これを使って、本日は、赤ワインと白、あ、そう、この前の生で食べれる牡蠣ですね。あれは大正解でした。本当に、あの、シチリアのレモンかけて、白ワインでとか言ったら、もう本当に、あ、幸せ。ここはシチリアですかっていう感じの、こう、喜びに包まれて、毎日幸せに過ごさせていただいております。本当にありがとうございます。それでは、サニーちゃん。はい。ということで、今日もありがとうございました。